さあ、今日は大晦日です。絶好の天気になりました。でも気温は1度しかありません。やっぱり今年はこの車で、締めることになりました。はい、タイヤはですね、今日はバッチリ、コンチネンタルを履いてます。バイキングコンタクト7です。でバイキングコンタクト7は、グローバルで、開発したタイヤですので、高速に強い、非常に、安定性の高い、タイヤです。で、RAR、これはですね、やっぱり、まあ、インプレッサと今言わなくなったんですけれども、やっぱりですね、WRX 史上最強の車ですね。これは、まあ平川さんがいたからやれたんでしょうね。この車体がないんですから、もう軽い車体がないところをこの、徹底的な軽量化、やれることは全部やって、いわゆる、まあコンプライアンス上も問題がない範囲でですね、ボディまで触ったという、そういう作品ですから、史上最強ですね。乗ってみて分かります。1万3000キロぐらいずっと、まあ、大事に乗ってきましたけれども、1万キロ乗らないと本当に当たり取れないです。で、馴染ませて、ずっと我慢してきて、で、まあ、今の現社長の平岡社長のおすすめのパーツをですね、今年後ろに仕込んで、こりゃよしと、まあ、RS209 用のタイヤをね、ガンと太くした車につけるために出てきたパーツですから、非常にいいですよね。でそれをつけたら、ここを走らせて、以前の挙動と全然違ったということは以前、紹介したんですけれども、実はずっと我慢してきたことが一つだけあります。この車にはですね、車外パーツは一切組んでないです。全部純正です。で、純正の STI のシャシーパーツは、まあ、そのリアドロも含めて一応一通り入れたんですけれども、まあ、他のパーツがあの霞むぐらい、あのリアドロは効いてるんですが、純正の、サスペンションパーツに一部付け替えました。純正というのはその標準のものなんですけどもね、これがですね、実は、前社長の平川さんがちょっとアドバイスをしてくれたんですね。さすが執念の男だけあってですね、全部分かって車からも作ってますから、車体設計の専門家ですよね。でこの車は最初の企画の段階で責任持ってやったのがこれ高津さんですから、高津さんはもうシャシー設計のオーソリティですからね。これのすごいところは、過去最強のリアのサスペンションの剛性を持ってます。とにかくリアグリップがすごいんですよ。これも出た時の、最初に彼に会った時の商品説明で、後ろ足をしっかりさせないとダメだっていうんで、リアグリップを相当高めましたと。彼のその自信作と、まあ平川さんの執念みたいなものが混じり合って S209 ができたんですけれども、車の軽さと、それからエンジンのピックアップですね、それは負けちゃいないのでこいつはやっぱりこいつでレジェンドですよね。さあ今日はもう最初から今実は S シャープになっているので、そんなに飛ばすわけじゃないです。路面温度はかなり低いので、それこそスタッドレスをつけてるとは言いながらですね、結構グリップが逃げるところがあるので、そこも上手にですね、クリアしながら走り抜けたいと思います。こういう風にですね、一部残ってるんですね。ゆうべ降ったんでしょうかね。こういう時に、コンチのスタッドレスは頼もしい、総合力があります。やっぱりね、この RAR のベースになっている車は、まあ、一番あのオプションコードの安いやつなんですね。オプションコードの安いやつなんですけども、それをさらに、まあ、これメーカーでしかできないことですけれども、余分なものを
取ったという言い方の方がいいですよね。まあ、数値的には高が10キロなんですけれども、10キロを10キロとは思えないあの軽さを持っています。まあ、リアワイパーもついてないですね。全然やっぱりこういう後ろ足の食いつきが全く違うので、で、まあ、これいつもはウィンタータイヤにですね、BBS を組み合わせるんですけれども、これもう全ちょっとまあ速度は低いんですけども、全然違いますよね。BBS をつけてないので、やっぱりこのホイールは価格に比例した、性能になりますから、ちょっとホイールのね剛性が少し足りないというところはあるので、ちょっとそこが残念なんですけども、まあ冬タイヤですからね。ドレスタイ履いてるとは思えないですね。女の人にわからないと思います。男しかわからない世界。もちっとついてくるんですよ、車が。わかりますか？持ち肌って言うと変ですけど、音とかそんなこういう駆け駆けしようとしてるんですけど、特にその今度のその足少しひったからもちもち感がですね、もちもち感がすごいです。もちもち、はい、まあ、これ以上ねもちもち感をね、楽しんでるとね、体に悪いですのでねもう年の瀬ですから、安らかに、新年を迎えて、明日は皆さんとね、年始の、ご挨拶をしなきゃいけないですので、このもちもち感をこれぐらいで味わうのをやめたいと思うんですが、うん、やっぱり大した車です。史上最強といって、間違いないですね。まああまり台数がなかったんですが、うん、S207 に鉄ルーフを出して、でその鉄ルーフが思いがけないいい味出してるっていうんで、まあ、本当にここに思い切ってね足を踏み入れたと、カーボンがついてないところが逆に、この車面白いですよということを言った前社長の平川さんの、
言葉に嘘はなかったですね。また平川さん、またお目にかかりたいと思ってます。皆さん良いお年をお迎えください。